今のシャーロットはいろんなことを真剣に捉えすぎて、こうやったらいいよこうやったらいいよっていうのを全部真剣に捉えしすぎんねん。でめっちゃ面白くて、でミランダっていう人はこう皮肉屋で、弁護士、女弁護士は皮肉屋で、うん、そんなあるわけないよっていつも言ってんねんけど、男の人には疎い、うん、でコラムを書いているキャリーも結構いろんな人にこう行くねんけど、こう真実の恋愛を求めてて、結構男の人に振り回されるな、うん、だからそれがこう、あ、こう言ってみたら男の人はこうなんねやとかっていうのをキャリーも発見して、それをコラムに書くわけ。なるほどね。そうだから、うん、それも面白いし、サマーさんのその一番エッチ好きな人の試してみようっていうやつで一番面白いのは、うん、こう俳優さんと恋愛するときに、うん、こうなんていうの、設定をいろいろ変えるわけ、うんうん、でなんかスミス刑事から電話がかかってきたりとか、うんうん、スミス弁護士から電話がかかってきたりとか、うん、なんかなんていうの、ガソリンスタンドのスミスさんが声をかけられたりとか、いろいろこう自分たちで設定して、うん、演技を最初部屋の中で2人でしてから始まんねんけど、うん、だんだんそれがエスカレートして外にも行くわけ、うん、どっかのバーって決めといて、うん、こうめっちゃ超エロい服でサマンサが待ってるわけ、うん、じゃあケイジ・スミスがやってくるわけ、うん、で外でその演技をしたりとかしてあ、なるほどね。そのまま家に持ち帰るみたいなとか、あ、なるほどなるほど、いろいろやって、楽しそう。そうそう、それが超面白くて、私はずっとそれを字幕版で見てたわけ、うん、でずっと面白いからめっちゃ面白いねんって友達たちに言ってたら、うん、さ、あの今さとこさんね、うん、あのカメラマンのさとこに、うん、あれめっちゃ面白いなって言ったら、もしかしてあんた字幕で見てないって言われて、うん、え、字幕やろ普通映画はって言ったら、うん、分かってないな、セックス&ザ・シティに限っては吹き替え版に限るでって言われて、うん、なんでなんでって言ったら、サマンサの面白さが3倍増すって言われて、うん、あ、そう。でもまあ今時 DVD だね。そう。機械でも見れるわけですから。そう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 。でまあ私は全部見ちゃったから、ちょっと最初見てみていいけど違和感があって。ああ。ちょっと今ディレクター君に全部貸してんねんけど、あの吹き替え版で見れる。吹き替えの方がおもろいのかと。したら吹き替え版の方が字幕が日本語で出てて、ちゃんと日本語の吹き替えで見てるらしいよな。うん。字幕の役よりも喋ってるセリフの方が面白いねって。あ、そう。だから見るときは皆さんぜひ日本語吹き替え版で、はい、吹き替えでセックス&ザ・シティ、はい、見てみよう。面白い。最初1話は98年やから、うん、古いからおしゃれ度もちょっと古いねんけど、だん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 こう、今流行ってんのはね、知ってましたけど、シーズン6まであって、最後の方とか超可愛くて、うん、超おしゃれで、もうキヨちゃん一緒に土曜日はブランチしようって言いたくなる、いつもその4人は土曜日の朝にブランチ食べて、そのエロトークを繰り広げる。なるほど。でも楽しいんですね。やらしくないんですよ、ね、うん、全然楽しい。なんか彼氏の DVD コレクションからセックス&ザ・シティ出てきたらいいよね。そうやね、それ出てきたら逆に、ね、超最高ですよ、うん、あー、なるほど、うん、じゃあまあ見つかっても気にしないように、見つかったら彼女は、うん、あの彼氏を傷つけないようにその真似をしてあげてください、うん、っていうことやね、はい、っていうことで、はい、はい、じゃあそんな曲を、そんな曲はないけれども、大人っぽい曲を、4月25日発売のスタークラブの中から、うん、ドリームカラーゆりちゃんです。どうぞどうぞ。しながらベランダに一人しゃがみ込んで、燃えるタバコと愛の色考える、スポットライトを浴びて輝く姿見せるんだって。月光浴のベンチで誓う満月の夜、あなたと感じた色、言葉たちを宙に浮かべて、好きな景色
一つ20が見上げてみれば私の空は雲一つない青空 Ooh, fly high あなたが舞えるだけで愛しくて愛しくて芝生に転がった